皆様こんにちは、愛です。本日は雑談しながらビデオを撮る前の準備をしていきたいと思います。よろしければ最後までご覧ください。ちょっと思いついてやり始めたので下地と今日ね久しぶりにね普段入れないカラコンを入れてみたの。でっかいやつ。そうしたらなんかもう宇宙人感が半端ない。こういう機械じゃないともう普段だとこれはちょっと宇宙人感半端ないので使えないからこういう時に使っていこうかなと思って入れたんだけど違和感しかないよね。怖いもん。まあいや、とりあえず顔色の補正から始めていこうと思います。今日はさ、別にさ、なんか使いたいものがあるとか、なんか目的があって、とかっていうわけじゃなくて、ちょっと最近ね、Vlog もお休みしてることが多いから、雑談しながらさ、準備しようかなと思いまして、最近のことって言っても私、それでも草更新はね、毎日してるし、Vlog もね、それでも週に何回かはあげるからさ、久しぶりで近況報告っていうことじゃないんですけど、話しながらビデオが撮れればいいかなと思いまして始めました。私の格好見てお分かりいただけるかと思うんですけど、こちらはとても暖かいです。金曜日にディズニー行った。その日は風がすごい強くって風で寒かったの。風がないところはすっごい暖かくって、だから夜でも暖かかったんですけど、風が吹き始めるとやっぱり寒いわけ。もちろんさ、今は暖かくても夜は寒いから気温がぐっと下がるのでね、土曜日から徐々に気温も上がって風が止んだから日曜日も暖かくって、で昨日も暖かい。もうね、暖かいとかっていうレベルじゃないね。日中は暑い。27、8度あったのかな。今日もさっき気温を見たら25度ありましたね。日中はとっても暖かくってすごく過ごしやすい。薄着です。夜になるとね寒いんだけど、まあ家の中にいる分にはねそんなね気にするほど寒くもないし、なので久々にね、あのサニくんのベッドが置いてあるところの出窓、寒い間はさ、そこから入ってくる風でもすごい寒くって隙間風になるのでずっと閉めてたんですけど、昨日ね久々に開けて夜も開けっぱなしにしといた。熱がこもっちゃうのね、ここの部屋に。こっちが日当たりいい方の南向きの方だから、今朝ね熱がこもってる感じもなく、今もね熱がこもってるなっていう感じなくていいですね。ちょっと開けとくだけで風通すだけでやっぱ全然違うなって思ってます。ちょっとねやっぱり日当たりが良くて暑くなるとさらにあそこで寝なくなってくるから、暑いからやっぱり今日は下で寝てましたね。今ゲストルーム入ってた気がするから、多分ゲストルームベッドの上で寝てるんだと思います。あそこ好きなんだよね、ゲストルーム。さあさあ、私朝開けて窓も全部開けるから気がついたら入ってて寝てたりする。ポミ君は玄関側に置いてあるソファーの上で寝てますね。あそこが特等席だと思ってるんで、あそこでもうずっとトトが寝てて、いつもだからポミはあそこで寝たかったんだと思うんだよね。今までも外が見えるから、で人の行き来とかが見えるわけ。犬が通れば見えてさ、ワンワン吠えられるしさ、トラックが通ったりとかさ、うちの前にさ、前の通りの方のポストが置いてあるのね。いろんなお家の郵便屋さんが必ずうちの前に泊まるんだけど、郵便屋さんが泊まったらワン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 言ってたりさ、外を見て楽しむこともできるし、日が当たってポカポカもして気持ちいいから、あそこが気に入って座ってますね。座ってるっていうかね、常に寝てるんだけど。1月の31日の火曜日なんですけど、火曜日って市の管轄の場所の植木みたいなのを切ったりとかする日なんだけど、上のアパート、そういうガーデナーさんも入るのね。うちの裏のこのブッシュのところとかも人がすごい歩くわけ。ここも市の管轄の部分と裏のアパートの方も一緒に入ってるから、両方のこうメンテナンスの人たちがすごい歩くのね。うちの裏歩ける、ちょっと歩ける溝みたいのもあるんだけど、私も一回歩いたことあるんだけどさ、散歩中に旦那とトトとポミとね、二度と歩かないと思ったんだけど、その時にはうちは小型犬だからさ、小型犬にしたら足場は悪いからちょっとやっぱかわいそうだからと思って、そこ人はすごい歩くから、今日はねワンちゃんデーなの。ワンちゃんがめちゃくちゃ泣く日なんです。だからどこのお家のワンちゃんもめちゃくちゃ泣くのね。
うるさいのね、本当に。でもいいんだけどさ、全然私は。犬はそうやって警戒するもんだしさ、家守ってくれてるわけだから、私はいいと思ってるんだけどさ、合唱なのね、ワンちゃんの。ポミもたまに思い出したかのように泣くわけ。周りのワンちゃんがワンワンとか言ってると泣くんだけど、そんなにうちのポミ泣かないから、そういって、なんか一緒になって泣くとかないし、もうなんかそうやって警戒して泣くっていうのもあるけど、でも家の中にいる限りではそんな泣かないのね。さっきもちょっとだけお外に出て日向ぼっこしたんだけど、隣のワンちゃんがワンワン泣いてたから、今泣き始めた。今外下歩いてる。一緒に泣いてたけど、でもそのぐらいでしか本当に泣かなくって、外はとにかくねすっごいうるさかったから、警戒心半端ないからさ、火曜日は私一日中トトくんうるさいって言ってた気がする。トトく静かにしなさい、あんまり泣かなくてもいい、大丈夫だから泣かなくてもいいとか、一日なんかトトに話しかけてたっていうか、トトって言ってた気がして、うるさい女だっただろうなと思うんだよね。トトからしたらうるせえなって感じだったなと思うんだよね。こっちは仕事してんだよみたいな。まあでもね、おかげでね分かりやすいんだけどね、うちの周りに人がいるっていうのはもちろんで、だってほらやっぱり変な人だったら嫌だからさ、人がいてどんな人からっていうのも私もこう見に行けるし、まあ、ポミもね、あの玄関前に来るとやっぱり泣くから、すっごい宅配の人とか来てもめっちゃ泣いてるわけ。あ、なんか来たなと思ってパッと見に行けて、セールスマンの時とか嫌だよね。パッと見に行った時にセールスマンだったらビルスが使えないじゃん。自分の姿が見えないようにこう様子を伺うようにしてんだけど、最近は断るのもめんどくさいしさ、まあセールスマンって言っても何が来るかな。家の場合売買をかなりこっちはするからさ、不動産屋さんとかが多かったり、あと害虫駆除とか、なんか売りに来るっていうのはないかな。ガールスカウトとかの子とかがクッキー売りに来たりとか、割引券売りに来たりとかはあるけど、まあそういうのは買うけどね、もちろん現金だからキャッシュ持ってたら買うようにはしてるのね。セールスマンは困るからね。特に不動産屋さんとかって来られても、レントハウスだからって言ったところでさ、じゃあ今度売買する時の、あの参考になればいいと思うから話させてくれみたいな感じなのね。いつか買うだろうみたいな。いやいやいや待ってくれと思うじゃん。だってさそんなこと言われたってさ、手っ足はなるから、もうノーサンキューノーサンキューって言ってドア閉めるんだけどさ、一回なんかねドアもなかなか閉めさせてくれなくてノーサンキューって言ってるのね。たまたまね、私お料理してたの、多分ね、ポストオブジュライかなんかの時にこうポトラックで持っていくマリネを漬け込むマリネ液、ちょっとだけお野菜をふやかしたかったから突っ込んだ直後に来て、で火をかけたまんま私行っちゃったわけ。なんだろうと思って、で話が終わんなくってさ、火止められなくってさ、お野菜ふにゃふにゃにしちゃって、で自分たちで食べるもんならいいけどさ、人ん家持ってくもんだから変なもん持ってけないしさ、ガクッと来たね、あの時は。お買い物に行くにももうそんな時間もないしっていう感じで、他のこともしなきゃいけなかったから、セールスマンにとっても困った思い出ですね。なんかよくわかんない話してる間にベースメイクが終了しましたので、アイメイクに移りましょうかね。なんか困った時は一番上にあるし取りやすいから、いつもこのスティラのパレットをね取るの。トランジションカラーから始めるんだけど、カラーポップのティーパーティーっていうカラーを仕込むんだけど、今日はしなかった。そういえば今週旦那は土日休むって言ってましたね。日曜日スーパーボールだから、日曜日家にいないと困るだろうみたいなこと言ってて、あっそうと思ったんだけど、まあ日曜日は一日フットボールの日だなとは思っております。年に一回楽しみにしてることをさ奪うのもかわいそうだし、それでご機嫌なら最高でしょ。パピーラブ全体的に塗っていこうかな。今日はね、犬の日だからさ、うちの前はワンちゃんの合唱デーだから動物系を使いましょう。で、なんか仕事がちょっと忙しくって、今日が山場、今日までよ帰ってくるのが遅いって言ってて、まあ遅いって言っても昔ほどは遅くないんだけど、10時ぐらいかな。明日以降はまた通常営業って言ってたので、キャットナップ行こうと思います。キラキラ系今日まで遅いみたいなので、私も結構自分のことをしてって言っても、自分のことっていうか家のことだよね。
買い物行ったりさ、ティーンネイジャーがそこあるって。高校がね、向こうの方にあるんだけど、歩ける距離なの、本当に。近所に住んでる子は歩くわけ。締め食でこれ使うと。あたあたが遅いから、この何日か、日月かかは、Vlog を撮っても、と思ってたので、ビデオを撮りためした分もあったから、今日何撮るかっていうと、1月度で交流品を、31日最後の日なんですけど、撮ろうと思ってます。まあ今までいろんなのを購入品紹介してますけど、それ以外に買ってたちょこちょこしたもの。ここからこういうのを買ったよっていうよりかは、もういろんなところからいろんなものをちょこちょこ買ってたっていうものを撮ろうかなと思ってまして、始めました。こういう日のビデオは明日にはあげたいなと思ってるから、今日では私もちょっと夜が忙しくなっちゃうんですけど、撮ったらね、どんどん編集始めていかないとと思ってて、だからまあ旦那が帰ってくるのが遅いのがちょっとね、ありがたいっちゃありがたいですけどね。あと、使い切りバッグを見て、結構もう溜まってたなって思ってるから、なんかこれ入れたら多分すぐいっぱいになっちゃうなっていうものとか別に置いてあったりとかするので、それを足したらね、その中どうやって入れてたのみたいな感じになっちゃうから、クラクラっちゃうとね、またビデオのセッティングも一からやり直しになっちゃうからさ、できる範囲のことをね、できる時にやりましょうっていうことでやっていこうと思います。すっごい黙っちゃってたんだけど、ずっと。私このラブライナーのバーガンディの、ブラウンバーガンディみたいな色がすごい好きなのね、色が。今日久しぶりに描いてみようと思って描いたら、ダメも使えない、これ。カスカスになってた。まあ、かなり使ったっていうのもあるけど、去年日本行った時に買ってきたやつだからね、もう1年近く、まあ1年も経ってないんだけどさ、使ってるからカスカスになってて、この辺とかかすれちゃってて、ダメですね。もう今結構振ったり、ペン先をさ、粉とかついてると書けなくなってくるからお掃除したけど、ダメだったので、そろそろ寿命ですね。ユーラーしようから、なんか今日すげえクルクルしてんだよね、目。絶対寝癖なんだけど、どうやって寝てんのって感じじゃん。こうやってそのまま動かないで寝るんだけど、夜中に旦那が動いてさ、私の代わり布団が乗っかったりとかするとね、寝癖がつく。変なカールがついちゃってますね。まあいっか、魔女魔女の方のマスカラ下地塗っときます。また真剣になりすぎて黙ってましたね。ブロンザーとチークまで終わってます。すっごい話飛び飛びだったんですけど、明日は帰ってくるの、そんなに遅くないみたいなこと言ってたし、まあわかんないんだけどね、仕事が溜まるのもさ大変だろうから、その日にやらなきゃいけないことはね終わらせて帰ってくればいいからって思ってるんですけど、昨日は結局11時前ぐらいに帰ってきたんだけど、終わんなかった仕事がって言って帰ってきて、やんなきゃいけないことあるとか言って怒っててずっと、でも眠い眠いってずっと言ってたから、早く寝なさいって言って早めに寝かして、朝ね早く起きてね仕事した方がはかどるわけ。うちの旦那朝の方が脳が動くみたいで、クリエイティブなことも結構朝の方が思いつくからいいものができるらしくって、なので朝早く起きてやれって言って5時前かなぐらいに起きて仕事してましたね。ご機嫌に仕事行ったんで朝の方が合ってるんでしょうね。夜が眠くて眠くてしょうがなくて起きてられないから、なのにさ夜更かし従っちゃうの、なぜか知らないけど。早く寝なって言っても寝ないわけ。早く寝たって言って嫌だ寝れないとか言っときながらもう伸びてだからマジで一瞬目を離した隙に出るのね。夜中も結構パッと目を覚ますんですけど、トイレとかあー寝てなかったとかって言って目を覚ますわけ。めっちゃ指かいてましたけどと私思うんだけどさ、全然寝れてない寝てないとか言って笑っちゃうんだよね。皆様もねご存知だと思いますけど、あのいびきをかきながら寝てるんですけど、全然寝てなかったって言って目覚ますのね。ぐっすり寝た感覚がないのかもしれないけど、ついちゃったよ、乾いたと思ったら乾いてなかった、寝てなかったって目覚ませられるとちょっとさもうえってなる。でもあのいびきって結構体力使うのかなとか思うんですけどね。リップこれカラーポップのジュレップにしようと思います。なんだかんだ今日のメイクは最近まあメイクしようかなと思った時になんとなく選択しているアイテムを使ってたなと思う。いつもこんな感じ、目が怖いだけで怖い、マジ怖い、何これ。
メイク自体は完成いたしましたので、ブラブラってちょっとね、ドライヤーかけてもらってこようと思います。ドライヤーをかけてきました。ついでにね、今日夕飯をね、いただき物の沖縄そばとパパイヤサラダにしようと思っているので、今豚肉を煮てるんですね。の様子を見てきて、味を付けをしてきましたね。お醤油とお酒の匂いが家の中充満してる。今日はこのような仕上がりになりました。年末から1月今にかけてはこんな感じで、普段はお化粧をする日はしてることが多かったですね。そういうまとまりになった。ではビデオを撮っていきたいと思いますので、今日はこのあたりで終わりにしようと思います。それでは最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。